こんにちは。ルバルルンパナリティカの度、弊社が新たに提供することになりました、全臨床受託サービス、コンセプトライフサイエンスをご紹介します。コンセプトライフサイエンスは、イギリスに最先端のラボを5つ持ち、グローバルに展開、世界50カ国以上のお客様をサポートする、 サイエンス主導型の CRO です。高い専門性と豊富な実務経験、特に神経科学、腫瘍学、免疫学といったバイオロジーの専門性が高く、トランスレーショナルリサーチを得意としております。技術者は250名を超え、実務経験は平均5年以上。 PhD 取得者は75%以上を占め、このような科学者と直接対話することにより、お客様のニーズに合わせたオーダーメイドの圧制開発を行うことも可能です。まず、神経科学関連のサービスについてご紹介します。神経関連の細胞は、 安定した品質の細胞の樹立が難しく、目的のターゲットに対する圧生を再現よく行うことに熟練を要します。コンセプトライフサイエンスでは、内在性ターゲットを発現しているプライマリー細胞、細胞株、脳接点を熟練した技術者が日常的に扱っており、 さまざまな圧生を行っております。特に、アストロサイト、ミクログリア、オリゴデンドロサイトといった脳のグリア細胞に着目した圧生を強みとしています。多発性硬化症、パーキンソン病、アルツハイマー病などの神経変性疾患には神経炎症が関わっており、 ミクログリアやアストロサイトは神経炎症の誘発と抗炎症応答の両方に関わっていると考えられています。例えば、脳の神経組織が障害を受けるとミクログリアが活性化されダメージを修復しようとします。この際、発現しているタンパク質や遺伝子、 細胞から放出されるサイトカイン、そして細胞の形態自体に変化が現れます。サイトカインに関しては、イライザをはじめとしたイムノアッセ細胞の形態変化については、インキュサイト、ライブイメージングシステムを用いて、培養中の細胞の画像を取得、解析します。 コンセプトライフサイエンスのラボでは、様々な発生に対応する装置、そしてノウハウが揃っています。次に、がん・免疫関連のサービスについてご紹介します。コンセプトライフサイエンスでは、ヒト、末梢血由来、単核細胞、PBMC から各種、 免疫細胞を分離して、単培養、または共培養することで、生体内の現象をインビトロで再現する圧勢を構築しています。圧勢系が決まれば、薬の候補物質を作用させ、マーカーの発現、サイトカイン解析、遺伝子発現、細胞子などを調べることができます。 ここで、生体内の主要微小環境をモデル化した疲弊 T 細胞の圧生例を示します。生体内の癌細胞は T 細胞などの免疫細胞に攻撃されています。一方、T 細胞は抗原に,抗原にさらされ続けると疲弊し、癌細胞への攻撃能力が落ちてしまいます。 疲弊 T 細胞からは、サイトカイン IFN ガンマの分泌が激減していることがわかります。ここに治療薬の候補作用されていたところ、抗体医薬のニボルマの効果が濃度依存的に示されました。このように、 疲弊ししたた T 細胞を活性化させるターゲットの評価が可能になりました以上、バイオロジーのアッセイを中心にご紹介をしましたが、コンセプトライフサイエンスでは、お客様の創薬パートナーとして、包括的なサービスをご提供しています。 チラシ裏面の QR コードにアクセスしていただくと、詳しい内容のウェビナーに飛んでいくことができます。ぜひアクセスしてご覧ください。どうもありがとうございました。